これは何年式ですか？68年のデーラー社。柳瀬のシールが貼ってあるんで、おそらくそうだと思います。柳瀬のシールはどこに貼ってありますか？ああ、これね、はい、これ純正？わかんない、純正位置じゃないでしょ。来た時からそこに貼ってあるんで。ああ、そうそうだと信じてるんで。そして激レア初期ラズルダズルステッカー。ああ。ちょっとなんかちょっとメヤニとか出ちゃう。メヤニガチャ。これってあれか、1200のスタンダードってやつだっけ、はい、と聞いております。聞いております、はい、あ、やっぱ俺のビートルとフロアの形も微妙に違うのか。そうなんですかね。天井とかもここら辺の張り方が違うもんね。こういうとこ俺の出てないんだよ。ここまで貼ってあるんだよね。でもなんかやたら天井が綺麗なんで、一回張り替えてあるのかな。天井はやってるね、これ多分。うん、これだとさ、あのガラス外さなくても天井張りができるんだけど、うん、俺のやつはこの縁まで入ってるから、 ああいうクォーターとかここのさ、こういうとこのガラス外さないと貼れないんだよね。外して引っ張る的な、うん。え、っていうかあの左の奥のやつ何、あのボタン、なんか踏むとな、うん、何かが起こるみたいですよ。踏んだことある？踏んだことないですね。ないんかい。一回調べたんですけど、もう忘れちゃいました。あ、マジで俺あれ知らないな。何と入ろう。いや、でそれはこっちか。あ、マジで、なんだろう。俺が前乗ってたビッグテールもあれはなかったよ。あれはウォッシャー液が出るとかじゃないですか。マジっすか。足なの。しかもあんなクラッチペダルの奥とかな。手元にないんですよね。あ、ウォッシャーが、うん、あ、じゃあウォッシャーなのかな。なんだろう。このラジオも純正多分。この前も言ったかもしれないけど、この FM が2つっていうのはなんでなんですかね。なんでなんですかね。なんか前乗ったさ、昔のハイエースも FM って2つあった気がするんだよね。ディーラー車なのにって感じですよね。ね、AM、FM でもいい気もします、ね。内装は基本オリジナルですな、はい。張り替えも多分してないんじゃないかな。してんのかな。あれだっけ、ドアの取っ手が折れるんだよね。そうです。くるくるがもう4本目ぐらいに、グローブボックスにここの残骸たちが入ってます。新品にしても折れる。いいね。本当に可愛いよこいつは、ね。あれ、これリクライニングするんだ。うん、前に倒れるだけ。2段階ぐらいあるみたいです。で、回して、うん、あ、ここの位置でってことか。みたいです。あー、すげー原始的。あれでもこれさ、今結構あれじゃない、プレミアついてない、このシート。全然わかんない。確か68年とか67年とかのオンリーじゃないこれ。そうなの、この機構確か、うん。角度が変わったようには思えない。いや、確かに天井めっちゃ綺麗だね。あー、ディーラー車だけど、ああいうとこのルーフのハンドルも俺のと違うね。俺のやつはさ、吊り下げベルトがついてんだよね。シートベルトも俺のやつ後付けなんだよな、ディーラー車なんだけど。ディーラー車だから後付けなのか、73年だから。ちょっとさっきも開けたけど、でんでんでん、はい、ドノーマル、ドノーマルだよね、はい。いいよね、味わい深い。見てこのインテーク、親指ぐらいしかないからね。これすげえ、これで本当にさ、気化器が、気化したガソリンが中に入る。これで俺のビートル見慣れてるとすごいね、華奢だね。やっぱ違うもんです。1200だからさ。いや、だって、じゃあ開けてみ。1200
1200でしょ。すんげえめっちゃ細いもんね、インテーク。ほら全然違うじゃん。まあ、レイアウトはこういうのとかは一緒だけどさ、一つ一つがね、ごついよねやっぱね。やっぱでも1200は本当に趣があっていいな。あれ、これむっちゃんあれだよね、一回、あ、エンジンは72年のエンジンらしいです。72年の1200を、はい、オーバーホールして、あの乗せ替えてます、うん、あれだよね、あれどこだっけ、首都高だっけ、高井戸の出口前で、うん、エンジンの中で何かが起きてガラガラ言い暴れ使い物にならず、うん、それを下ろして、で、はい、じゃあそのぶっ壊れたエンジンがもともと乗ってたやつで、ですね、でそれがもうしゃかったから乗せ替えようと、はい、で72年の同じ排気量で乗せ替える、うん、まあ安易にね1600とかにしちゃうとね、やっぱ趣がないからな。渋いな、調子いいんだよな、でもな。ですね。あれ名古屋行ったよね、この間。行きました。何もなく日帰り。最高じゃん。このエアクリがまた俺これ大好きなんだよね、この形。フィルターだけだよね、確かに。その辺は一切触らないんで調子が悪いと持ってくって。あ、こいつは何年目所有して。多分14年かな。乗ってんね、14年か。でも俺が店始めてから買って。そうだよね、初車。初車、ね、他の選択肢はなく。いや、あんまり自分が車持つイメージなくて、本当に友達が紹介してくれたんですが、その話がなかったら乗ってなかったんじゃないかな。別にビートルが欲しかったわけでもなくて。ではなくて、この車がこの値段で手に入るなら、あ、欲しい。ああ、なるほどね。あれだよね、ものすげえ美味しい買い方してんだよね。そうですね。確か、はい、ビートル屋があれ廃業するときに、もうご家族が処分に困ってて、うん、誰か引き取ってくれないかみたいな話。いくらだっけ。10万円。68ビートル10万、ディーラー車、はい、やばいよそれ。そのまんま、もちろん車検はなかった、ついてなかったですけど。で、初整備して、で、プラス2、30ぐらいで。でも乗り出しで車検込みで、そのぐらいで60ぐらいでってことでしょ。で、ね、今絶対無理だよ。68のビートルこの程度で乗るの。そうか、美味しい。じゃあ買い方をしたと。ご縁ですね。あ、で、乗っててどうなの、ビートルは。わ、普通ですね、普通のマニュアル車。ああ、つうかさ、買った時乗ってなかったよね、運転してなかったよね。そうですね。なんかもう持ってて満足。なんか代理人が運転してたまに来てたもんね、店で。自分の車が動いてるのを、うん、あ、なるほどね、外から見るのが好き。すごい富豪の車の楽しみ方みたいな。かわいい。なるほどね。乗っててよかったっていうのは。そうですね、なんかイベント行けるの楽しいみたいな。あ、ビートルのイベントに。そういう文化に触れてきてなかったんで。あ、なるほどね。こういう世界があるのねみたいな。これを通じてビートルイベントに行けると、うん、なるほど。特にあのお友達は増えないんですか。増えねえのかい。まあでも他にやんなもんで、他にビートル乗りの友達はいないよね。当時は乗り始めた時は周りにもいたんですけど ね、あ、お父さんになったり。ああ、降りちゃってってこと。もう次の車に乗り換えたりとかで。なるほど。14年持って、まあトラブル多々あると思うけど、はい、あのそのさっき言った
首都高エンジントラブルが一番でかい。そうですね。あ、俺も一回助けに行ったもんね。そうですね、あのバッテリー上がったかなんかでね、それこそ青梅のそうだよ、ね、ジョナサンとかデニーズに迎えに来てもらいました。行ったわ。あれ以外も路上で泊まったのある？何回かありますね。なんか原因不明だったりもするんですけど、本当に湿度とか高いとなかなかうまく火が飛ばなかったりとかで、まあ、その都度 JAF、 JAF ですね。もうちゃんと一人で JAF 呼べば。まあでも女の人の、まあ、バイクオーナーしかり車もそうだけど、みんな言ってるね。バッテリー上がりぐらいだったら大丈夫です。持つべきものは工具じゃなくて携帯と友達だって言ってたから。とりあえず一旦領事さんなり、うん、に連絡して指示を仰ぎ、どうしたらいいですかと。それはちょっと俺じゃ無理だから JAF を呼べとか。あ、でもさ、変なとこで止まって押したこととかないでしょ？なんか右折レーンで止まっちゃったとかさ。あ、それはないね。ないよね。なんか、はい、まあまあいいとこで止まってくれてみたいな。じゃあやっぱそれは間違いないんだな。携帯と友達、旧車に強い友達を持とうっていう。何かあった時絶対友達いたりするんで。だって工具とか持ってないもんね。何にも積んでない。基本的にね。プラスドライバー1本入ってます。電球変える用のドライバーです。いや、あの14年さ持ってて自分でやった整備はないの？なんかほらオイル交換してみたとか。いや、あのくるくる折れたの交換するぐらいです。あ、ドアの、ドアの取っ手、窓の取っ手。あれはもう、いやそういう人の方が乗れるんだよね、きっとね。ヒューズも変えられます。あ、こういうやつね。やっぱ下手にやんねえ方が長く乗れんのかな。女の子オーナー知ってる？お店の人とかでも。いややっぱいない。そうですね、なんかインスタとかに出てくる有名なお姉さんとかは、はいはいはい、いますけど、知り合いではいない。いない。うん、おっちゃんとかに声かけられる人でも。そうですね。ガソリンスタンドがなんかいると。ただ知識がないもんで、深いこと聞かれると困っちゃうから、ヘラヘラするっていう。いやでもなかなかだよね。それで14年乗って、まあ夏も乗ってるしね。そうですね。暑いけど。冬も乗ってるし。名古屋行ったのが一番遠く行った。一番遠く、そうですよね。日帰りで、まあ、人の運転ですけど。人の運転で。まあでも運転しにくいとかしやすいとかある？他の車知らないから分かんないか。そうですね。もうこれがメインっちゃメインだから。まあでも運転は上手くなったよね。ありがとうございます。14年の初期の頃と比べたらね、全然ね。だって運転して来れるようになったじゃん。確かに。一人で。もうビビってカブとかで行ってましたね、最初は。そうだよな。それに比べりゃやっぱり慣れだね。じゃあ慣れだね。ですね。ビートル乗ろうと思ったらまず。駐車場怖いとかもないんで。ああ。じゃあもうビートル以外に特に乗りたい車もなくって感じ。そうですね。だからこれ動かなくなっちゃったらどうしようっていう心配が、うん、あ、これ、はい、まあでもしばらくは68、まあもうさ、ビートルって俺も車いろいろ見てきたけど、あのゾンビみたいな車だよね。もうどうにでもなるっていうか、そうです、ね、乗れなくなることがない、うん、どの年式も。そこはなんかやっぱいいよね、ビートル。部品だなんだもそんなに高くもないんで、自分の小遣いの中で維持できる感じ。いや結構さ、やっぱ俺も YouTube 始めてさ、ビートル乗りたいっていう人結構いるですよ、うん、質問が来たりするの、買おうと思ってますとか、うん、で維持費とかどんなですかとか結構あんのよ。割とっていうより普通だよね。普通ですね。普通車だからね。税金がちょっと高いぐらい、うん、その現代車と比べて割高になるみたいな。それだってでも4万ぐらいでしょ。4万いく？もうちょっといくか。税金、あ、4万ぐらいですね。ぐらいだよね。3万9000円。自動車税はそうだよね、4万ぐらいで、あとまあ
かかるとしたら保険と駐車場、うん、駐車場はむっちゃんは実家に置かせてもらってるからただと、はい、であとはぶっ壊れたら壊れた時のお金ってことで、そうですね、それもそんなに信じられない金額にはならないよね。ならないですね。そうだよな。で、まめにオイル交換しに行って、はい、ちょっと不安に思ったらお店に助けてって言うとちょっと1日預けてくれてお願いしますみたいな感じで。なるほどね、賢い。やっぱでもそれだよね、だ一番お金がかからないんだと。そう、なんだかんだかかんないんだよね。思いますね。あ、やっぱ正しい旧車の乗り方だな。自分でやる自信もない人とかはそうすれば乗れるよね。なるほどな。いじって壊すタイプなんで、もう触らないようにまあ、俺も割といじって壊すタイプだからそうか、もうじゃあ今後はこいつを乗り続けると思う。そうですね、おそらくこのまま特に何もすることなく。 1200cc で高速ってマックス全然100キロとかもいけんの？100キロ出してたみたいですね。本人そのつもりないんですまあ1200でね、そんだけ走りゃ十分だよね。燃費はどうなの？ああ、燃費どうなの？燃費リッター12キロぐらい。おお、普段使いでですね。ああ、じゃああれだね、その操作に自信がある人でアクセルワーククラッチワークうまければもっともっといい、いいってこと。めっちゃ優秀じゃん。1200でリッター12、レギュラーガソリン入れてます。ああ、そうなんだ。それは何、特に廃屋入れなくていいよって言われてるの？そうですね。あ、マジで。へえー。だからみんなびっくりします、ね、エコカーだね。いや、なんかこのぐらいの年代ってさ、そのガソリンの、あの何、オクタン価っていうのが高い、もともと高い、レギュラーのレベルで高いから、今の廃屋レベルがレギュラーだからレギュラーじゃダメだよっていう人もいるんだけど。そうなんだ。まあだからあれか、要はエンジンのスペックが1200で低いから廃屋は入れる必要がないってことなのかな。マジで俺ビッグテール乗ってた時廃屋入れてたよ。1600だったからかなかもしれないですね。じゃエコカーだね。だから高速乗ったらもっと伸びるってことだと思う。もうちょっと行くのかな、はい、お財布にも優しい旧車でもそう考えるとこれぐらいしかなくない？そうなんですよね。サクッと直ってさ、高速乗れて、日本のだってちっちゃい軽とか 360cc のやつとか無理でしょ。100キロ巡航多分相当きついよね。壊れたってスペアエンジンとかさ見つけるのも難しいしさ、そう考えるとやっぱ一番買いやすい旧車がビートルですね。女子も乗れる。はい、ああおすすめです。おすすめですか。やはり可愛いし。ああ、俺も昨日ね改めてね往復圏央道ねビートルで乗ったけどね、まあいいねやっぱり1200はこれしか乗ったことないけどまあいいよね。なんとも言えず乗せ替えるときにそれさ1600にしようとか言われなかったの？あ、特には、うん、多分そのお店の方もそこまでする欲もないんだろうなっていうのもあって、うん、とりあえず普段通りに走れればいいのかな、うん、その68年にこだわりはある、うん、っていう感じでは聞いてはくれたんですけど。あ、じゃあ何、68のエンジンが良かったらそれを直したよっていう話だった。そうです。あ、そっか。ほんで在庫かなんかに72のがいて、でじゃあ動くからトレードでってことか。で一応参考資料で提供みたいな感じで。で結局その時は何がいったの？エンジン、なんかなんちゃらリング、ピストンリングなのかな、うん、が折れて、あ、中で、あ、でもう傷になっちゃってるから、暴れたのかな中でリング。でこれを修理するとなると結構費用かかっちゃうよって、まあ、そうだよね。でもこの68にこだわる、うん、あるならそれを直すけどって話で、こういう案もあるけど72年の、あ、そっちでえ、それ両方金額出た？金額多分出てたと思います。結構違ってた？結構違ってますよね。そうなんだ。時間もかかっちゃうしっていう、
まあでもビートルはそういうなんかさミニ四駆っぽくさ、いいよね、乗せ替える乗せ替えないがさサクサクできる。まあアメ車も割とそうかもしれないけど、ビートルはね本当いいよねそこら辺がね。まあ今後はこいつに乗り続けると。そうですね、できるだけ乗ると、はい、上維持で。バンパー綺麗にしようよ。バンパーなんですか。同じのが欲しいんですけど、ああ今日本でなくて、あのパーツ海外のパーツ屋さんでも今取り扱ってないんだか、お休み中なんだかで。こっち側の方がボディに近い。ぶつけた、ぶつけたの。いや、私がぶつけました。街灯の柱に。ああ、やらかしてますね。ドン。まあ、バンパーの正しい使い方じゃ、ね、使い方ちゃんとバンパーが車を守ってくれました。結構行ってない向こう側に。グググググってこう押し込んじゃった、はい。当たってるの気づいてないわもう。じゃあ今後とも末永くお付き合いください。困った時は助けてください。内装で困ったらぜひぜひやらせてください。はい、そんな感じで。はい、さようならー。